爽やかな秋晴れの続く今日この頃、お変わりなくお過ごしのことと存じます。今朝庭先の畑に茎ブロッコリーを植えてまいりました。さてあなたならと思いご案内を申し上げます。一長羅をご着衣の上お集まりいただけませんでしょうか。舞台挨拶大会を開催いたします。優勝賞金10万ご用意させていただいております。もちろん参加は自由です。参加の意思をお持ちの方は追って集合日時場所をご案内差し上げます。お返事お待ちしております。実りの秋、皆さんにもいいことがありますように。ジニア捜査官。おびっくりした。お疲れ様です。びっくりした。モムさん、これもまたびっくりしましたよなんだよこれなんだよこれ。野村隆です。全然青いに出演しました。あの最初脚本書いた時に野村さんの一家が一家心中をしにホテルに泊まるっていうのだけ思いついたんですよ。それくらいキャラがある、すごいいいなと思って。で野村さんの場合本読みの時になんかちょっと試しでやってたのと本番までの変化が一番大きかったというか。小さい頃の夢はですね、これは僕小学校の卒業文集にも書いたんですけど、漫才師になってテレビ出ること。なんかすごいそれ面白かったよく覚えてるんですけど、本番ちょっと大阪君こういう風にやっていいみたいな言った時にめちゃめちゃちっちゃい声で喋り出したんですよ。おびみょみたいな。あ、野村さんそれですみたいな。自殺したい人がやったことないなって。本もシリアスでもないし、逆にその題材で、あ、これ面白くできるなら、なんか悲惨にすればするほど面白くなるんだろうなと思いながら、やってましたね。で結構やっちゃってた感じの演出だったんで、ちょっと面白かったですね。ちゃんと作ってくるなっていう、そのやっぱキャリアのある積み重ねてる役者さんだなっていう。だから舞台挨拶に向けてもちゃんと積み重ねてくるんじゃないかなっていう恐ろしさがありますよね。ネタやるって言ったらマネージャーにね、普通でいきましょう、普通でいきましょうここはっていう電話があって、いろいろやろうかなと思ってて用意してたんだけど、ちょっとアマゾンで発注する前でよかったです。ランちゃん、これね、ポテンシャルを隠してます。だから、どこでそれがパッて開くかなっていうのはある？10万円は直接振り込んでいただけます。いや、優勝した人にしかあげれないんで、はい、出てもらっていいですか？いや、ちょっとわかんないかもしれない。今井ランです。スクープに出てます。スロースターターな気がするんですよ。舞台挨拶って自分でマイク持ったらもうすぐ始めなきゃいけないから、ちゃんとアップしてこいよっていうのは思うな。何回か練習しろよと。
なんていうの、もう終わった時に温まってきそうな感じは思うかな、うん、でも別になんか10万いらなそうだったそれがなんか悔しかった俺は。食いつくと思ったんだよね、うん、だから温めてきてほしいなっていうのは。お疲れ様です。お疲れ様です。何ですか、俺は呼んでいただいてよろしいでしょうか。大津さん、あの正直この映像を撮ってる時にこの映像の中で一番面白かった人は誰ですかっていうのを選んだら大津さんダントツ1位かもしれないっていうぐらい面白く、大津慎吾でございます。ナポリのそよ風に出演させていただきました。だからあすごいチャーミングなんだなっていう。チャーミングってなんて言えばいいのかな。悲しいストーリーなんですが、まあ、僕らの方は僕ら夫婦と若夫婦の方はあまりそれに引っ張られない方がいいのかなと思いながら、まあ、ゆうすけの父ということで、まあ、2人を温かく見守るという立場で、芝居をさせていただきました。夫婦間と親子間の関係が見えていたら最高だと思います。あ、寝てくださいって言ったら自販機の前で寝てくれたりするのよなんかあと踊ってくださいって言ったらその踊りも半端なく面白くて、ちゃんとおじさんが踊ってんすよ。おじさんの踊りというかだからまず出たい映画があったっていうことと、ある劇団の稽古をたまたま見かけたっていう、その2つなんですが、そのある映画っていうのは男はつらいので、あこの映画に出たいなと思ったことが役者をやろうと思わせた一つだと思います。結構でなんかちょっと自信があるっぽかったですよ。なんかやってみましょうって言ってたから、なんか秘策を持ってるのかもしれないよね。だから怖いな、怖い存在ではありますね、やっぱり。